さか、あれがアニマなのか。ここか、このシーンだったんじゃ。あれ、あの時見た場所ってラボの中だったんやな。来た、あの時聞いた声って声のことだったんじゃ。出た。帰っているのだ。すべてが来すべき場所にね。え？仮に融合体とでも呼ぼうか。あの中ではすべてが溶け合う。あらゆる時間、あらゆる物質、あらゆる情報、あらゆる生命。それらがすべて溶け合うことになるだろう。何を言ってんだこの人は。この時を待ち望んでいたよ。黒幕ムーブやめろお前。まだずっとこれを見たかった、はあ、聞こえてくるようだ。愛が、歌が、旋律が。すいません、やばいことを言ってる人がいます。あらゆる音がこの身に。あああこれはああ。え？でもあれ、新しい体に乗ってきてる、これ、ジュリー博士。良い周到やな、お前。カゴの中の私の手からは逃れられないのさ。マジっすか？ああ。だが、泳がせて正解だった。私の目的はほぼ達成されたのだから。なんかお互いがお互いを手のひらの上に転がしとったと思っとった感じだったの。結局上回ったのはジュリー博士の方だったな。ああ。パティを抱えて。くそ、誰か、誰かいないのか。緊急通信が通じない。早く、このままじゃ。無駄だよ。操り人形ちゃんたち。そいつはもう助からない。まったく人のボディをまるで量産機のように壊してくれる。割と量産できそうな気がするじゃん。おかげで中枢本体を起動させる羽目になったじゃない。本体じゃ、これもや本体じゃなかったって言いたいん。もうどこまでもやばいとこまで行ってるやん。この手で始末をつけられたのはせめてもの慈悲だよ、デイタ。おやすみデイタ、いい夢を。どこ行くねん。いやだ、なんで、あなたがこんな風に死ぬなんて、僕は絶対に許せない。お父さんやもんな。自分の目的のために母さんや僕を捨てたくせに。この後に及んで何を見てるんだよ。ねえ、ここに僕がいるのに。息子さんいますよ。どうして僕を最後に呼んだりするんだ。興味なんてないくせに、ずっと僕を見なかったくせに。アオバ、お前はどうしてそんな平然と。お前は何が目的なんだ。いや、目的は言おったな。神になるような、人を超えた存在になるためとか言おったな。殺したんだぞ。うまいこと入ったようだね。入った。異生物への意識転写計画はここに成就した。意識転写計画。デイターは本当によく動いてくれた。想定通りだ。これで私の訴追アリアドネ理論に基づくプロジェクトアルトデウスは完璧だ。プロジェクトアルトデウス、操縦アリアドネン理論。操作学式名称はデュアルアリアドネセオリーという。え？通称 DAT ちゃんだ。チャンス。女子の名前みたいに当たるやん。この天才ジュリー博士が200年かけて構築した理論であり、時空結晶体メテオラの情報結晶構造を書き換えるための数学上の手術理論さ。ね、わかりやすいでしょ。わからん、お前の言ってることはわからん。
話すのは疲れるな。じゃあもう少し分かりやすく言ってやろう。プロジェクトアルトデウスはメテオラの体を手に入れることで世界を新たに作り直す。作り直す？夢のようなプロジェクトなのさ。お前世界を作り直して神でもなるつもりか。不思議な夢を見なかったかい？不思議な夢。蝶になって鳥になって、人ではない別の生き物になる夢を。空を飛んだり大地をかけたり、そうやって地上見た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 は何度も見たけど、何あれって思っとったわ。どうしてお前がそれを。でもね、クロエ、君が見ていたのは正確には夢じゃないんだ。え？ただの実験の記録なんだよ。実験の記録？おい、やべえって。このままここにいたら私はどんな生物に入れても壊れることなく保たれる強固な意識、それを作り出す方法をずっと探していた。え？それがクロエの精神だって言いたいん？人の意識は異生物の体には決して融和しなかった。何度も何度も失敗を繰り返したよ。何年も何十年も何百年も失敗を繰り返したよ。長い長い、果てしなくなるほど長い研究の果てに、やっと到達したのが君たち二つの意識だよ。そうだったんじゃ。ブラックオブジェクトに記名された君たちの強固な意識は、コウコとクロエか。どんな生物に入れ込もうとも決して壊れることなく、人としての自我を保ち続ける、体を変えて永続する意識、さながらあれだ、輪廻転生だ。そういう映像だったん？あれマジでか。そして今とんでもないで生きているが、その本体は体の奥に入れ込んだブラックオブジェクトだ。君たち二つの意識は滅びない。いるだけで摂理、ファインチューニングを生み出す。マジっすか。それで効果も汚職され、食われた効果、その自我は逆にメテオラを侵食する。そしてついには効果の特色を持つメテオラ、アニマが出来上がったというわけだ。だからアニマが誕生した。そして最後の仕上げにノアだ。ノアはアニマと同じ効果由来の存在だ。考古型のメテオラに入れ込みやすい。入った時点でメテオラのコードを書き換える。それが今君の目の前にいるあれさ。はあ。あ、これ。そうか、動いてるの、メテオラの体なんじゃ。巨大すぎて、どっか体の一部しか見えてない感じなんか。私をあの日に戻してくれる箱舟だ。そうか。人類の英知の結晶、この腕。これ喋ってる間にさ、背中押してさ、ここの崖に突き落としたらどうにかなるんかな。どうしてそうだったの。それで終わったらさ、えってなるけど。どうして、そんなこと決まっているじゃないか。メテオラには時という概念がないんだよ。確かに時間を行き来しようような感じだった。時間を自由に移動する権利を手に入れるに等しい。あの体に入れば過去に戻ることも、いや、あいつもいなくなった。ああ、どこ行くね。待て、ジュリー。過去にそんな、なんか隠しでもあるというのか。お前は融合してる。お前はあいつをどうした？倒したいに決まってるよ。勝てねえかもしれねえ。後悔するかもしれねえ。無様に地べたを這いつくばるかもしれねえ。でも俺は逃げたくねえ。うん。町を守って友達を守る。それが最後までマキアパイロットとして生きた親父との約束なんだ。そうやな。親父との約束はまだ俺の胸に生きてる。うん、約束は破れねえ。たとえ勝ち目がなくてもだ。俺もそう思う。ヤマトらしいね。なら僕もオペレーターとして
最後までサポートするよ。青はお前大丈夫なのかよ。俺一人でも。あれは僕の敵でもある。そうだな、お前お父さんの仇やな。父さんの過ちは息子の。いや仇とはちょっと違うか。そう思いたいんだ。お前のお父さんが残した業やな。僕らは親子だから。だから僕も戦うよ。勝ち目が少なくても関係ない。そうだな、行ってくるね父さん。長野漫画で読んだな。可能性が低いということはすなわちゼロじゃない。クロエはどうする？ノアとアニモを取り戻すじゃなかったっけ。確か公式サイト、公式サイト。ちょっと待ってね、公式サイトどっか行ってる。もちろん俺はノアとアニモを取り戻して、はい。次はお前も一緒に歌うぞ、クロエ。うん、約束したんだよ。アニモもな。取り戻しに行きたい。ノアもアニモもまだ間に合う。まだ取り戻せる。諦めたくない。絶対に諦められない。私は絶対に。あいつらを取り戻してみせる。行こう、強敵に立ち向かう。ラストミッション。待ってろよノアとアニマ。ユーザーオーセンティケーションコンプリティッド。R2YF、クロエ。青葉が無理に言わなくてもいい。そういえばそうだ。やっぱりノアにお願いしなくちゃ。いつもノアが言うやつやけんな。巨大メテオラ。アルトデウスは地上のメテオラすべてを吸収したらしい。好都合だ。地上のジャミングが晴れている。ということは、これならこちらからのリモってことは、これ前で地上におる全てのメテオラを戦うようなもんなんだよ。これこの戦いはマキアとの接続を開始する。よし、不穏な BGM 流れてるけど、動作チェック。両腕をミカニリンクに通してくれ。行きますか。接続を確認。良好だ。頭部接続開始。接続を確認。問題なし。目標となるアルトデウスの動きは鈍い。アルトデウスって名前なんじゃ。メテオラたちの完全な融合がまだ済んでいないんだ。もうアルトデウスって名前になっとんじゃこれ。叩くなら今だ。短期決戦を狙おう。よし。何？うわ！敵の上空に変異。これがアルトデウス。メガタの巨人なのか。アレスマキア登場。なんだありゃ。おっぱい大きいな。まずそこに目がいちゃう。群れの谷間が強調されてる。すごいでかさ。ちょっと高校の面影があるね。お前の意思もあるのか。でかいな。アウトマキナとアリスマキナとの比較でこのサイズやけんな。うわ、撃ってくる。防げるかどうかじゃない、やるんだよ。お前が俺らたちの邪魔をしないでくれ。やれるのかヤマト。ク
よし。ミラージェネレーター起動。展開。はい。キャッチ。ミラーボノン展開。変換障壁を形成。よし。了解。お前の中身をすべて見破ってやるぜ、ジュリア博士よ。ノアの声、お前たち待ってろよ、助けてやるから。座標おるのか二人。弱点があるんだ。ノアが仕事してくれよんか。いやな、そうか、ノアたちか、やるじゃねえか。やらせてたまるかよ。価値は消えない。刻んできたこの1分1秒の尊さは絶対に。ホンダはスタローンリだね。ソーンウェーブが来る。ヤマト、防げるか。おお、まだ動くぜ。ジュリーが整備してたからな。来るぞ、構えろ。来いよ。はい。ソロン展開。よくやめた。変換障壁形成中。接触に備えろ。よし。今度はぶつけてやる。いけ。ノア、アニマ、お前らが教えてくれた。そこに打ち込め。お？あの穴が何かあったんかな。空間の正常化を確認。やったぞ、ノア、アニマ。これでお前は力は発揮できんだろうって話かな。わからんけど。アルトデウスに変化あり。何？あいつ、なんか仕掛ける気か。違う。これは？あの光から。アニマの歌が。二人が。ってことは、あの光は。ブラックオブジェクトの位置だ。ああ。アバ。そこで見かけて。だよな、声でくると思った。展開だ。よし、ノアとアニマ。お前らが見つけてくれた。陽光、俺が掴んでやるぜ。ここで逃げた意味がない。打ち破ってやるぜ、何もかも。くらえ。撃てー。やったまだ倒れてない。なんとか生きてるぜ。
どなた？二人ともアルトデウスを見ろ。なんだありゃ。何してんだクロエ、危ねえぞ。そいつの反応は消えていない。離れて。いや、いいんだクロエ。コウコの声。大丈夫、もう大丈夫だ。こいつは、こいつには初めから憎しみを感じなかった。ここ。ここ。よし、ついにできたぞ。意識転写用の人格が二つだ。ジュリー博士じゃ。この二つの人格を使えば。メテオラの非時間的特性をコントロールすることができるはず。ねえ、これ聞こえるよ。あなたのお名前は何？私の名前はコウコよ。よろしくね。ジャイアンの頃や。コウコ。まずは下準備だ。こいつをあらゆるものに入れ込んで自我を保ち続けることができるか調べなきゃ。とかあの時の初対面の頃の二人とその裏で暗躍してるジュリア博士が何に入れ込む？鳥か猫か蝶、いや別の植物か。赤い花にでも移し替えてみようか。赤い花？ダリア？メテオラは必ず存在する。私の理論予測は人間の体だった頃のジュリア博士や。計算ではこの工程の後に直接観測が可能になるはず。次は何に転生させようか。そうだ、鉱石なんかがいい。より本番に近い方が。ねえ、これ何？この鼻に入ってるコークの魂か。いやー、俺も鼻だ。あ、蝶。いや、俺も蝶の時のか。私の名前は。そうか、こういうことがあったんか。それが回想のあれだったんじゃ。ねえクロエ、いつか星を探しに行かない？さっきジュリー博士が言っていたやつ。そうかな。約束。わかった。約束だ。いいぞいいぞ。クロエとコウコ、二つのエンタングルメントの結びつきは良好だ。この二つはもうどれだけ離れてもお互いの存在を感じ取れるレベルのはずだ。さあ、いよいよ改めて人間に戻す時が来た。こうして。二人がやったわけか。私はクロエです。所属はプロメテウス。こんな展開だったとはな。所属の訓練生です。なるほど、ここで二人初対面かと思ったらそれ以前にも会っとったということになるんか。魂状態で本日よりコウコここの絵の護衛を命じられました。仕組まれとったんやな。よろしくね、友達のクロエ。コウコ、ごめんね。わあ。ここは。なんだ。あ！たくさんのダリアが咲いている。コウコ。そして君の背中が。ずっと考えていたわ。何をだい？あなたと再会を果たしたその時。はじめに何と言おうかしらって。良いシュートだな。コウコなのか、夢じゃないのか。
久しぶりなんてフランクが過ぎるかしら。おかえりってここで言うのも変ね。別にいいんじゃないか。ここまで来てくれてありがとうかしら。また会えて嬉しいかしら。あらあら、まだ決めかねているのに。むしろコークの方、クロエの方が。なんでもいいよ。お前が本物なら、言葉なんて何でも。言いたいことがたくさんあるんだ。話したいことがたくさんある。ごめん。お前が地上へ出る直前、出会いたくなかったなんて、ひどいことを言った。謝ることなんてないわ。本心じゃないって分かっているもの。自分が自分じゃなくなるって、そう言って苦しむお前のそばにいてやれなかった。でも。てか今見えとんかな、立っとるし。でも見えとんかな。私はお前の友達失格だった。それを決めるのはあなたじゃないでしょ。うん。ここ。何？会いたかった。私もよ、クロエ。AKB48。ずっとここで、あなたの思いを聞いていたわ。え？あなたがサンルームで塞ぎ込んでいたことも、マキアパイロットとして前線に立っていたことも、おせっかいなノアと喧嘩したり、アニマの笑顔に戸惑って。アニマのことも。私は知っている。ずっとクロエを感じていたから。クロエには、私の声が届いていたかしら。確かに何度かたまに聞こえてきたな。ああ確かに聞こえていた。この場所から私を導いていたのか。ここは一体メテオラの内側。時間という概念の存在しない不思議な空間。メテオラの中におったんやな。ここから私はあらゆる時を覗いていた。出会った頃の私たちや、出会う前の私たち、花や蝶へと姿を変えて、まるでそう、輪廻転生を繰り返すように。ほんまに、あれ、メテオラの中で、時という概念に縛られないことができよったんじゃ。生まれ変わるたびに出会って、出会うたびに別れて、クロエとコウコの始まりは、ジュリー博士の恐ろしい計画だった。博士は時の守護者メテオラを、私たちの世界に呼び出したのよ。そしてあなたをメテオラに取り込ませようとしていた。私がメテオラに取り込まれるはずだった。よったな。なんか言いぶりがコウコじゃなくてクロエの方と壊せようとしよったみたいなこと言いよったな。ええ、けれどそれではいけない。それではジュリー博士の思惑通り、博士に操られたメテオラが全ての時間を歪めてしまう。その計画に気づいたのは、過去の私自身が今の私からの声を受け取れたから。止めなくちゃいけないと思った。だから私は博士の計画を狂わせるために、私という意図を持って時を漂うメテオラを絡め取ったのよ。ジュリー博士のことも手前に取ろうとしたんじゃ。僕お前とんでもない存在やな。それがアニマ、そしてこの巨大な存在、時の自由をなくしたメテオラ。さあクロエ、今度はあなたの番よ。あなたがこの糸をメテオラごと断ち切るの。どういうことだ。ごめんねクロエ、本当は謝るのは私の方。あなたにはまた試練を強いてしまう、うん。私の拳銃、撃ち方は覚えているわね。そういうことか。撃つって何を。ジュリー博士の計画はまだ完全に狂ったわけではない。彼女はまだ消えてない。博士の作ったこのメテオラがいる限り、そして博士の計画の一部である私たち二人のつながりが完全に断たれない限り、その理念は何度でも蘇る。そうなるのか。何度でも私たちを捕らえ、輪廻転生の渦に巻き込んでいく。そうか。あなたが
あなた自身の意志で私を撃ち、ジュリー博士のメテオラを倒さない限り。待ってくれ。そういうことなのか。冗談じゃない。やっと会えたんだ。やっとここまでたどり着いた。それなのにどうしてこんな終わり方があってたまるか。ここで前に進まないといけんのか。お前を撃つためにこんなところにまで来たわけじゃないのに。そうね、分かってる。分かってるならどうにかならんかったんだろうか。カイロ高校、あのサンルームは変わらないまま残してある。ダリアの花は私が枯らさないように毎日水をあげていたんだ。知っているわ。ヤマトやアオバだって寂しがってる。みんなお前のためか。みんな仲間をために頑張って戦ってくれた。知ってる。なのに、それなのにお前はまた私に引き金を引けなんて、そんな残酷なことをさせるのか。ごめんなさい。謝るな。私が聞きたい言葉は、言ってほしい言葉はそんなものじゃ。でも他に方法がない。私はこの場所から見ていたのよ、クロエ。あなたが周りの人たちに育まれ生きてきたの。それは俺も分かってる。クロエの視線になって操作をしている俺が分かってるよ。たくさん傷つけて、傷つけられて、すれ違い、ぶつかり合い、理解し合うの、クロエ。あなたはもう私だけのクロエじゃない。あなたを笑顔にしたノアがいる。あなたを慕うアニマがいる。ヤマト君やアオバ君だって、みんなには少し嫉妬してしまうくらい。ここでお別れなんか。どうしても聞いて。これはあなたのためだけじゃない、あなたの大切な人たちのためでもある。このままジュリー博士の暴走を許してはいけない。世界が時間を失って崩壊してしまう。あなたの過ごした大切な今だってなくなってしまうわ。お願いクロエ、私にあなたたちを守らせて。私の決意をどうか無意味なものにしないで。いやだ、いやだ。お前は卑怯だ。どう言えば私が撃たなきゃならなくなるか知っているんだ。全てが分かっていながら。そうね。でもこれで最後だから。急いでクロエ、これ以上は持たない。崩壊が始まってしまう。早く早く撃って。やだやだやだよ、ここ。さよならだ。どうか泣かないで、クロエ。私の輪廻が終わるだけ。最後にやっと星になるだけ。星はとても美しいものよ。夜空を見上げるたびに私を思い返して泣くなんて。だから笑って、クロエ。あなたには笑顔が似合うから。ココ。意味がないよ、ココ。一人で見る星空はどんなに綺麗だって。君といたからこそだったのに。消える、真っ白になる。こんな終わり方なんじゃ、これがベストなんじゃな。地上か。そうか、アウトですが、全部のあれを固めたからけん、メテオラが全滅したってことになるんか。あれで珍しいよな、サンルームのではない。地上に咲くダリアの花は
枯れてるけどね。昔の人は墓標に花を飾ったらしいぞ。おひょう。おしょうさんみたいになってね。死んだ体を眠らせておく場所、そこに花を飾ったんだと。その人が花のように美しく生きたことを忘れないように。クロエ、いつまでポケットしてるんだ。会議はもう始まってるぞ。はい。私たちは一刻も早く地上を復興しないとならないんだぞ。ぼさっとするな。そっか、そうやな。今行く。あの日コークを撃った直後に、ジュリー博士の巨大メテオラは崩れ落ち、アニマが姿を現した。アニマの中に取り込まれていたノアは無事にサルベージすることができた。地上で大量に検出されていたメテオラの反応は消え去り、あれから現れることもない。そうなるやな、やっぱメテオラは全滅したことになるんじゃ。ジュリー博士が消滅し、私とコーコとのつながりが完全に切れたからだろうか。因果が全部消えたやな。人類はもうメテオラの脅威に怯えることはない。平和が訪れたんだと思う。なんかそういう意味での最高エンディングってことな、これが。メテオラがいなくなり、地上へ出てきた人々は初めて見る地平線に驚愕し、簡単の声を上げた。彼らは荒涼とした大地に花を植え始めた。誰が先導したわけでもないのに、それぞれが自然に。クロエ、君からも何とか言ってくれ。ノアってばステージ演出にマキアを使おうとしているんだ。ふん、いいんじゃないの。俺は賛成だけどな。派手でいいじゃねえか。初の地上ステージなんだからよ。もうメテオラの反応はないんだから。マキアなんてただのでかい資源の塊だろ。有効利用だ、有効利用。好きにすればいい。私はもうマキアパイロットではない。なんだよクロエ、すれねえな。そうだな、もうみんな戦う必要はなくなったんだ。でもクロエ、マキアにはまた乗ってもらうかもしれないよ。なんでだい。今のところメテオラの反応は消えているけれど、厳密な調査はこれからなんだ。油断はできない。なるほどね。マキアが消えていないってことは、アニマ思いっきり走り回ってね、この辺。いや、自由やなあいつ。大丈夫だと思う。どういうこと。確証があるわけじゃないが、わかるんだ。メテオラはもう襲っては来ない。本当の平和が訪れた。そう考えてもいいのかな。今ざしで地上探索計画の方針について評議会から緊急の問い合わせが来ています。指令になってるやん、イゾイが。あほはイゾイが指令になってるやん。元司令の苦労が今になって分かった気がするよ。なあクロエ、見てみろ。あの辺りに新しいステージを設営しようと思っているんだ。いいな。花に取り囲まれたフラワーライブだぞ。考えただけでワクワクが止まらないな。そうだな。お前も出るんだぞ。課題曲はちゃんと練習しているだろうな。うん、悪くない。人々は笑う。太陽の下で二人なんか姉妹みたいやな、まるで。停滞の時は終わり、今が未来へと動き出す。あの日、あの花畑で高校に引き金を引いた。決して後悔はなかったと言ったら嘘になるけれど、これがお前に人間にしてもらった私の選択だ。とどろかせるぞ、全世界に、全宇宙に、私たちの歌声を、あいつのいるところまで。うん、届くといいね。届くか。いくらノアとアニマでもよ、星まで声を届けるって相当でかい声だぜ。大丈夫さ、コークだったら星からでもこちらの声聞いてるぞ。届く、届くに決まってる。何せ私とアニマはあのコークの半身だからな。この声は特別なんだ。そうやな。
ああ、届くよ、きっと。あいつには、いつだって、どんなに離れたって、聞こえてるはずなんだ。空でおるかな、見ていてくれよるかな、ゴー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 。空はこんなにも綺麗なんだね。